はようございます。ダイアリーメンバーのオクラです。一日密着の撮影に来ました。見てください、まだ暗いです。暗い。今日はどういう人に密着するんですか？なんとサイバーエージェントの人事部の方です。サイバーエージェントといえばどんなイメージお持ちですか？キラキラ。キラキラですよね、はい、今日密着させていただく方男性なんですけど、超キラキラらしいんですよ、噂によるとね。もう楽しみなんですけど、実際に本当にキラキラなのか、お仕事の実情はどんなことをされているのか、全部暴いていきたいと思います。おはようございます。西川さんですね、はい、あ、おはようございます。簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？はい。この状況でサイバーエージェント1級入社してます。今は新卒採用人事やってます、西川です。今は朝のお散歩の時間ですか？はい、散歩です。いつもお仕事前にされるんですか？そうですね、毎日じゃないんですけど週2、3ぐらいは朝に散歩したりしますね。西川さんの趣味ってどんなんですか？めちゃくちゃいっぱいありますよ。ペットとかも大好きですし、あとなんかアウトドアなことが基本的にめちゃくちゃ好きなんですけど、キャンプとかサーフィンとかスノボーとか観葉植物とか人とやる趣味とかもすごい好きで、基本的に土日はどっかに行ったりしてます。お仕事で疲れてて土日はゆっくりしたりとかないんですか？むしろ土日遊んでるからこそ平日も楽しく過ごせるというか、趣味も充実されてると思うんですけど、貯金とかってぶっちゃけできるんですか？あー、まあ人によるとは思いますけど、全然できないことはないと思います。いつも朝は何時から修行なんですか？一応会社の定時としては10時19時なので、はい、まあ、大体9時9時半ぐらいには仕事は開始してるような感じです。今日はこのサイバーエージェントの GGM の西川さんに密着させていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サイバーエージェントで働く方の朝とは正直思えない。なんでこんな余裕があるのか、朝なんで散歩する元気があるのか、まだお仕事のところまだ見てないので、実際にお仕事内容どんなことされてるのかとかどんどん聞いていきたいと思います。お待たせしました。今からオフィス向かっていきたいと思います。はい、すいません、お待たせしました。何を買ったんですか？抹茶ティーラテのトールです。抹茶が大好きで。そうなんですね。今日は10時からチームの朝会みたいなのがあるんですけど、毎週月そこから1日が始まります。今の気分は最高です。今日も1日頑張っていこうと思うので。ありがとうございます。はい、じゃあ落ち着いたので行ってきます。いらっしゃい。ということでオフィス到着しましたけど、うん、どうですか？これが東京の真ん中で働くってことかと思いました。毎日ここで作業してたら QOL 爆上がりみたいな。はじめは今のところと違うってお聞きしたんですけど、はい、はじめはどこでどんなお仕事されてたんですか？入社してから3年半ぐらいはインターネット広告事業本部というところで広告代理店の営業として働いていたって感じですね。でそこから昨年2022年の10月から採用人事の方に来て採用活動しています。今サイバーエージェントさんってハードワークの文化とか、新卒年収40万人でそれみなし残業込むみたいなのすごい話題になってるじゃないですか、はい、結構しんどいというかハードワークですか？はい、ハードワークかって言われるとハードワークな部分もあると思いますし、そうじゃないところもあるのかなっていう感じですかね。あ、今きついなみたいな時は、まあ、実際あったりして、まあ、ただそれって絶対超えたらまた自分が成長できてるなと思いますし、なんかそういうの乗り越えてきたから、はい、あ、今回またきつい時来たけどこれ乗り越えたらまた成長できるし、また新しいことにチャレンジできるなって思うので、そんなにハードワークとか大変な時期っていうのが自分の心をすごいマイナスにするかって言われるとそうではないですね、うん、別に成長環境みたいな。そうですね、自分で仕事取りに行ったり自分で仕事を面白くできる環境っていうのがあるのかなっていうふうに思うんで。今日なんかこの後学生アテンドってやってます。はい、それって何ですか？役員面接が対面なんですよ、はいはい、僕らの会社って。でなった時に学生さんにオフィスに来ていただいて面接受けてもらうことになるんですけど、うん、それの案内とかをする時にスクランブルスクエアの場合もありますし、はい、こちらのアベマタワーズの場合もあるので学生案内をさせてもらうっていうのがあります。なんでここで働きたいって思ったんですか？完全に人で決めましたね。一緒に働きたい人とかなりたい人がいる会社を選びました。高校とか大学とかって文化祭とか体育祭とかあるじゃないですか。ああいうのってなんかそのチームで一つのことを作り上げて熱くやろうぜみたいな、いわゆる青春みたいな泥臭い青臭い瞬間っていうのがすごい好きなんですよね。ただなんか僕のイメージする社会人ってそういうのがあんまりないかなと思ってたんですけど、なんか就活を通してサイバーの人たちって結構そういう部分が青臭い泥臭い瞬間を経験してる人が多いのかなっていうイメージがあったので、まあ、ここなら自分も輝けるんじゃないかな、満足して毎日送れるんじゃないかなと思って最終的にサイバーに決めたって感じですね。どうですか、入社して4年目。もう最高ですね。間違ってなかったなと思います。本当にその選択は最初に表示された、うん、あれ飛んでます。
恥ずかしい。まだかな。え、ちょっと素敵すぎひんかったっていう。私も自分の選択を間違ってなかったって言えるようにちょっと毎日頑張ろうと思いました。はい、失礼します。次何のミーティングですか？今からは面談があります。学生さんとの面接とは本当に違うくて、面談形式なので、はい、例えば就活の相談に乗らせてもらったりとか、悩み相談みたいなのも全然しますし、例えば裁判に興味持ってくれてるんだったら裁判の話ももちろんさせてもらったりもしますし、はい、柔軟に学生さんの話したいことに沿っていろいろとお話しさせてもらってます。就活ってやっぱりマッチングだと思うので納得いく会社に入ってもらうのが一番いいかなと思うので、そこの情報を上げれるというか、そういう場にできたらなというふうに思ってやってます。じゃあ学生面談行ってきます。今は何をするんですか？今はこれから社内のミーティングで、来週イベントがあるのでそれについての打ち合わせをします。ちなみにこの方は？この方は田内くんといって僕の、はい、同期で今採用人事で一緒に仕事をさせてもらってます。してます。西川さんが人間的にこれまで出会った中で一番気持ちいい人だっていうふうにおっしゃってました。僕も今まで出会った中で一番気持ちいい西川、その感じが気持ち悪いめちゃくちゃ大画面で前さん映ってます。ズームで恥ずかしい。いいミーティングしても。はい、大丈夫です。業界分析とかも見てみたいんだよねっていう、それで結構伸びてるっていう感じで、そうやりましょう。西川さん、普段どんな方ですか？すごく頼もしい人だとは思います。入ってまだかなり短い新卒採用人事歴なんですけど、別部署にいたっていうところで、なんかそこで得た知識だったりとか、ノウハウとかも活用してくれながら新卒採用人事を良くしようとしてくれてるので、チームにとってすごい救世主が現れたというか、頼もしい存在です。西川さんにここ直してほしいよみたいなことってありますか？飲みに行ったりとかご飯行ったらすごいラフで気さくで面白いんですけど、西川はどっちかっていうとクールぶってるところ生だね、いいんですけど、ギャップだなって思いますね。担当してる学生からしたらあんまり分かんないところなのかなって思います。あ、まゆさんはどっちの西川さんが好きですか？プライベートのに近い西川の方が好きですね。わー、めっちゃ仲良しでいいなって思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。下で購入したお弁当を食べたいと思います。先ほどの人事の方に異動されたってことだったと思うんですけど、はい、そうやって希望を出された感じなんですか？そうですね、自分で自ら手を挙げて採用人事の方に行きたいですっていう。それって通るもんなんですね。社内の制度でキャリチャリっていうキャリアチャレンジのリクなんですけど、はい、そういう制度があって、うん、各部署がこういう人求めてますみたいなのが一つのサイトにバーってまとまってて、はい、今も僕は人事行きたかったら人事とかから応募するみたいな転職みたいな感じなんですけど、それで応募して、まあ、面談して OK。すごい。人事としてめちゃくちゃやりがいも感じてますし、かつもともとインターネット広告事業本部にいたんですけど、はい、そこで得た知識とかスキルみたいなのもすごい使えてるなっていうのも感じますし、入られて4年目だと思うんですけど、はい、一番大変だった時、辛かった時ってありますか？はい、1年目の夏ぐらいなんですけど、大学までの自分の人生を振り返った時にある程度全てうまいこといくような人生を歩んできてしまってたんです、はい、社会に出てみて実際そんなことないじゃないですか。仕事をだんだん入らせてもらってきて、自分はできるんじゃないかっていう何の根拠もない無駄なプライドを捨てきれずに、分からないこととかがあるのにそれを聞けずに自分でやろうとしたけどできなくて置いといてしまって、怒られる負のループですね、なってしまって、完全自分のせいなんですけど、聞けば済む話じゃないですか。なんかそこをある意味ラフに頼ろうとせずに抱え込んでしまって、そのまま自滅していくみたいなのがすごい辛い時期としてはあったかなと思いますね。それどうやって乗り越えられたんですか？社内での関わりがどんどん増えるようになってきたから、自分の悩みとかを打ち明けられる機会も増えてくるわけじゃないですか。でそういうのでアドバイスとかいただいて乗り越えていくかって感じです。西川さんってどんな活躍されてますか？仕事の進め方っていうのがやっぱり広告事業本部で営業をやっていたっていうところもあって、はい、自分がやるところを人に任せるところっていうのの住み分けもうまいですし、はい、でそれを含めた仕事の進め方が勉強になるというか素晴らしいなっていうふうに思っています。プライベートとかって、はい、西川さんってどんな方なんですか？いや、もうプライベートと仕事の両立がすごいなっていうふうに思っていて、仕事もモバイルであげるし、プライベートも土日みっちり遊ぶそういうところは羨ましいなというふうに思います。ちょっとここ直してほしいよとかあったりしますか？いや、
僕3年間先に西川いる人事に来てたんですけど、入ってきてすでにいろんなこともできちゃうんで、はい、そういうところはちょっと羨ましいを通り越して嫉妬を覚えたりちょっと考えます。良きライバルでもあるみたいな、はい、戦友でもあるみたいな、そんな関係なんですかね。そうですはい、こんな感じです。すごい羨ましい関係です。いい、お疲れ。お疲れです。お疲れ様です。じゃあやりますか。やるか。はい、やりましょう。早いね、今日も。早いですね。西川さん、今からは何のミーティングなんですか？はい、これ毎日やってるんですけど、はい、今日1日の各担当の稼働報告だったりとか、はい、まあ、これから今週何するんだっけとか、なんかそういったところのすり合わせを行います。終わりました。今日1日どうでしたか？今日も結構自分の中で新しい発見とかもあったりしたので面白かったなって思いますし、まあまだ今日は週始めなので明日からも気合い入れて頑張っていきたいなと思います。どういう人と働きたいって思いますか？まあ人としてコミュニケーションを取っていて気持ちいい人っていうのはすごい大切だなって思いますし、後輩へみたいなところでいくと、はい、やっぱり年功序列とかって今って本当に関係ない時代になってきてますし、サイバーもそういう会社であり続けたいなっていうふうに思っているので、いい意味で上にガツガツと食いついていけるような21世紀を代表する会社を作っていってくれるような、そんな人と働きたいなというふうに思います。はい、まあ、今こうやって東京で働いてるんですけど、はい、僕出身が大阪だったりするので、まあ、大阪でその採用チームとかを立ち上げて、もっともっと地方の魅力的な学生さんとかとお話しさせてもらいながら、サイバーの魅力を知ってもらえたらいいなというふうに思いますね。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。この後何されるんですか？この後はもう家に帰ってゆっくりご飯食べて寝ます。今日長かったんですけど、ずっとありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。帰ってきました。一日密着初めてということでどうでしたか？楽しかったですし、刺激になりましたし、ありがとうございましたって心から思ってます。お、楽しかったです。朝早くから4時半起きだよね。はい、4時半起き頑張りました。いや本当にお疲れ様ですはい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。